気づいたか？怪しいよな。よし、行こうぜ。今よ。正体を見せろ。残り4体、頑張れ。
けど。しっかりするんだ。ここで進ませようぜ。ここでペルソナだ。こいつもありがとね。右残り1最後の攻めだ。敵ダウン。ジョーカーすごいじゃないか。どうだい。Let's go.
気づいたか？
宝箱暴いてやる。何者だ。よし、こちらの先生だ。ペルソナくらえ。敵ダウン。ジョーカーすごいじゃないか。どうでしょうか。大勝利、イエーイ。うん、ご苦労様。よし、こちらの先生だ。そんな。行くぞ。敵残り3体。行けるぞ。パンサー素敵だ。やるじゃないか。ペルソナくたばれ。やりやがったな。エンゾよし。むむ、この剣。お、いいね。やるか。よし。暴いてやる。何者だ。君を見られるとは。先制攻撃チャンスだ。行け。そんな。敵ダウン。ジョーカーすごいじゃないか。ほう、やれやれ。だっせえやつら。うん、ご苦労様。よし。
さて終了だね。早く行こう。宝箱発見！早く開けようぜ！
気になるものがねえか。おい、これ。違うと思うぞ。確かに。いやいや。暴いてやる。何者だ。正体を見せろ。落ち着け。メルソナ！そこか！やるなら人を呼ぶわ。我が半身！メルソナ！いけ！メルソナ！我が輩としたこっか。くそ、無理をしすぎた。離脱して支援に徹する。来い、喰らえ。
おお。よし、行こうぜ。いやー危なかったぜ。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。来い、そこか。我が決意の証を見よう。ベルソナ、自分がよ、やるな。まだやれる。汝は我。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。
さっきのやつ、やるじゃん。
てっと。よし。どうだ？よし。どうだ？ふん。なあ、よう。どうも。は？
お大事に。やめるの？こんばんは。あの後のことは覚えてる？その様子じゃ覚えてないね。一度はね、昏睡から回復したの。でも検査してる間、ずっとぼんやりしてて、そのうちまた意識が飛んで寝ちゃった。普通あんなの飲む？バカとしか思えないけど。はいはい。ちなみに倒れた原因は味だよ。胃液と混ざると異臭が発生するの。シュールストレミングみたいな。まあどうでもいいか。おかげでいいデータが取れた。今度は私の番でしょ、取引。それでわざわざ起きるの待ってたの。私のオリジナルの薬ね。あんまり外には知られたくないの。他言は厳禁って。じゃ取引成立。ここに来てくれればいつでもお値打ち価格で分けてあげる。種類もそのうち増えるかもね。今後ともあれほどの怪盗行為、身体的な回復手段も用意していたんじゃない？どこで傷を癒していたの？もし調べればわかるのよ。我は汝、汝は内切りはすなわち囚われを破らんとする反逆。我死神のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由。
そうだ、ねえ、次の、あ、これも覚えてない？検査中にも言ったけど、10代のモルモットは貴重でね。私はあなたの受験のためにお薬を提供。代わりにあなたはモルモットになる取引。新薬、絶対。もう動けるでしょ？今日は、じゃ、またね。じゃあ、君。
してか。診察室にどうぞ。はい、どれ？なんか真剣な顔してるけど。お大事に。集まってるぜ。よし、行こうぜ。準備 OK？ それじゃ行くよ。よし、つけておこう。
敵は残り2体、行くぞ。行くぞ。手っ取り早く進めるぞ。いい加減言ってよ。ドライスビビってんのか。ペルソナいただいていく。エンズ許さないかんね。手っ取り早く進めるぞ。なんだよ。ハザーだ。すまんね。無理をしすぎた。離脱して支援に徹する。かなり手強い相手だったな。焦ったぜ。調べる必要があるな。アン
よっしゃ。
生意気なツノだなよ。なんかかゆいとこなってきても。どうした？ビビってんのか？おい、こっちは味方だぞ。ヘルソン、うまい。敵ダウン。ジョーカーすごいじゃないか。しゃあねえな。どうだい？よっしゃ、次次。うん、ご苦労様。さて、よしよし。やるか。では行こう。よし、行こうぜ。お宝とか絶対ここだろ。っていうか、なんか浮かんでる。何これ？そいつがお宝さ。ついに見つけたな。まあ待て、ここまで来れたら話そうと思ってたんだ。お宝は場所を突き止めただけじゃ奪えない。実体化させてやんないと。実体化？欲望にはもともと形なんてないからな。自分の欲望が狙われてるお宝だってことをまず本人に自覚させなきゃいけない。欲望を奪われるって強く意識させるんだ。それで初めてお宝は姿を現す。そんなのどうやってやるの？本人に予告してやるのさ。お前の心を盗むぞってな。予告状かよ。まさに怪盗じゃん。そうすればお宝は絶対に出るはず。またそれかよ。けどやってみる価値はあんな。これで潜入ルートは確保できたぜ。あとは現実で予告状をぶちかましてお宝をもらいに行ってやるだけだ。いよいよか。
その息だぜ。現実で予告状を出したら引き返せないぜ。まあその気になったら言ってくれ。アジトに戻って予告状を出してやろう。よーし。そうだ。おい。
よーし。本番だ。覚悟できてるか？覚悟しとけよ。いよいよ明日だな。明日の朝予告してその日のうちにやるんだよね。予告の効果は長くは続かないからな。不安か？待ちくたびれた。上等だぜ。絶対成功させるし。予告状は誰が用意する？俺に任せてくれ。なんで？なんでって、なんでだよ。ここ大事なとこでしょ。あんたで大丈夫？同感だ。派手にかましてやりてんだよ。書かせてくれよ。なあ、いいだろ。おう、任された。ちょっと本当に大丈夫？正体バレたりしたらこれまでの苦労が。分かってるって。よし、いよいよ明日だ。お前ら準備を怠んなよ。さてと。Thank you.
よーし。なるほど。朝来たら貼ってあったってよ。色欲のクソ野郎、鴨志田すぐる殿。抵抗できない生徒に歪んだ欲望をぶつける。お前のクソさ加減は分かっている。
だから俺たちはお前の歪んだ欲望を取ってお前に罪を告白させることにした。明日やってやるから覚悟してなさい。心の怪盗団より。あいつ、なかなかのもんだろ。ネットでそれっぽいやついっぱい調べたからな。微妙。言いたいことはわかるけど、バカな子が背伸びしてる感ある。あのマークもいまいちなんだよな。そんなことねえし。鴨志田先生、なんかやったの？噂、本当だったってこと？つかこれ、鴨志田先生からなんか盗むってこと？この変なマークってなんだ？心の怪盗団って何者？盛り上がってんだし、よくね？誰が？見ろよ、歪んだ欲望に心当たりありまくりのリアクション。相当効いてるな。貴様か、こら。貴様か。お前らか。とぼけるつもりか。まあいい、どうせ貴様らは時期退学だ。来いよ、取れるもんなら取ってみろ。今の鴨下の反応、パレスに絶対影響が出てるはずだ。お宝出現ってこと？今日ならいけんだよね。今日ならじゃねえ、今日しかだ。予告状を目にするインパクトは長続きしないし、二度は起こせない。お宝を盗めるチャンスはたった一度きりだ。一日ありゃ十分だぜ。やるか。でかどうよ、言った通りだろ。これで奪えるぜ。はあ、この輝き目にしみる。
なんかムカつく。なんでこんな綺麗なの？鴨志田の欲望なんでしょ？お宝。つうか猫が不自然にテンション高え。どうしたの？なんか。いい加減にしろ、クソ猫！あ、いやなんだ。レディの前でみっともない姿を。完全にキャラ変わってたし、一体何なの？自分でも止められなかったんだ。人間の欲望にこんなにも惹かれるなんて。それって、我が輩が人間ってことだよな。知らねえよ。お前ら命令ばっかしやがって。けど思ったより簡単だったな。すげえ罠とかあるかと思ったが。これ持って帰っちゃえばパレスが消えるんだよね。それで鴨志田のやつも変わるはずだぜ。よし、今のうちだな。こんなにうまくいくとはな。結果的にペルソナ使いが3人も。我が輩の目に狂いはなかったぜ。お前と取引して正解だ。にゃっ、うは誰にも渡さん。これは俺様が上司である証明。この世界のコアだからな。あいつ私のことあんな風に見てるってことよね。よう変態、待ち伏せかよ。探す手間を省いてやっただけだ。俺様がじきじきにここで始末し、こっちのセリフだテクハラ野郎。勝手な勘違いだな。勘違い？どこがよ。人に言えないようなことしてたくせに。隠してくれたのは周りの連中だ。俺様の自責にあやかりたい大人や勝ち組願望の強い生徒たち、そいつらが進んで俺様を守ったんだよ。みんなで得するためにな。得だ？わからないバカが多すぎるんだよ。貴様、青臭いガキどもも、飛び降りやがったあの小娘もな。そうね、あんたにいいようにされて死んじゃおうとか。それに気づいてあげられなかった私はもっとバカ。けどどんなバカでもね、生きてくことにあんたの許しなんかいらないのよ。偉そうにするなよ。取り柄もない凡人が俺だけの才能を俺のために使って何が悪い。俺様は他の人間どもとは違うんだよ。そうね、お前は人間なんかじゃない。ゲスな欲望に取りつく。そうだ、俺はお前らと同じなんかじゃない。
この世界を支配する悪魔さ。なんだこいつ。全部俺様の勝手だろうが。見ろ、お宝あそこだ。隙をついて取ってやろうぜ。奴を攻撃してチャンスを伺うぞ。ついに鴨志田と直接対決。みんな、やっちまおう。エルソナー、いただいていく。クズの分散で。エルソナー、あの中のやつ食ったからか。次は誰だ。言われると逆にやりたくなるんだよね。エルソナー、ピルソナー、オーリア、エルソナー、ソウル、愛の内を食らう。誰だろう、ほれほれさ。
出してるくせによ、今のお前すっ、わざわざ取りに来てやってんの、さっさと渡してくれる。黙れ、貴様らなんぞにこれは渡さん。まだそんなこと言う元気があるのかよ。ならこっちも本気でやってやる。俺様は王だ。俺様が王じゃなかったら力ずくじゃラッチが開かないぜ。なるほど、ならば見ろ、あのテラスのとこだ。鴨志田の気を引いてるうちに誰かをあそこまで行かせるんだ。鴨志田に気づかれないようにお宝を取っちまおうぜ。いつでも行けっから。よっしゃ、攻撃して気を引いとけよ。そうこなくっちゃ。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。この状況はピルソナーホイットマン、アンガト、どこまでも俺様に盾ついて、どれどあれ持ってこい。現役の時ブイブイ言わしてた俺の必殺スパイクだ。必ず殺す。この感じ攻撃が来るぞ、防御するんだ。俺様の遺伝子を知れ。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。
いいか、このが貴様らだけなんだぞ。バカなこと言ってんな。まあいいや、この隙に。まあお宝に近づけていいけど。教師を殴る。やだ。しっかりするんだ。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。奪え。パンサーがピンチだ。誰か手当てを。ここでペルソナ。もう一度見たい。この感じ、攻撃が来るぞ。防御するんだ。
もっと攻撃しといてくんねえと、あいつに気づかれちまう。まだやれる。やってやる。ふん。ありがとう。ベルトだ。使うぜ。我が半身。教師を投げる。誰が手を振る。誰が手当てを。あの王冠。俺いつでも行けっから。我が攻撃して注意を引く。賢い選択だ。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。落ち着け。やってやる。この感じ、攻撃が来るぞ。防御するんだ。まだやれる。そのこれだ。この状況は。ふん。やべ。スカル、防御力が落ちてる。そうそう。これもまた覚悟。鴨志田の注意を引くんだ。邪魔だ。筋書き通り。この隙にお宝いた。邪魔。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。
うぞ。ベルソナ！こいつだ。マジか。使うのやめろ。早く回復するんだ。ジョーカー、攻撃してカモシダの注意を引くんだ。狙いは無理そうだな。任せよ。よし。スカル大丈夫か？体力に注意だ。よっと。ショーカ、大丈夫か？この感じ、攻撃が来るぞ。防御するんだ。よし。見ろ、隙をついて奴を攻撃して、ついにカモシダと直接対決。状況は？みんなやっちまおう。次は誰だ？Yeah.
ってやる。ここでペルソナだ。オービア助かったぜ。ペルソナさあ、すまんな。なるほど。ならば、プラ、見ろ、鴨志田の鴨志田ね。ひどい。賢い選択だ。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。ペルソナいけ。どどれ必ずこの感じ攻撃が来るぞ。防御するんだ。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。この状況はペルソナ。鴨志田の注意を引くんだ。いいか、貴様。筋、この。どけよ。
撃して鴨下の注意を引くんだ。道具はやめよう。これだ。貴様、ジョーカー、防御力が下がってる。こっちに気づく。よし、わかったぞ。もう一度見た。この感じ、攻撃が来るぞ。防御するんだ。そい、鴨下の注意を引くんだ。この状況は使うぞ。これだろ。いつでも行けっから。俺いつでも。よっしゃ、そう来なくちゃ。この感じ、攻撃が来るぞ。防御するんだ。そのふん、我が決意の証を見よう。はっ、俺様の優勝を知る。攻撃して鴨下の注意を引くんだ。まだやれる。そう、体力残りわずか。どこしょう。深く、まっそ、無理をしすぎた。離脱して支援に徹する。これもまた攻撃して鴨下の注意を引くんだ。
け、なん。凡人の。み、隙をついてと、やつをこ。ついに鴨志田と直接対決。みんな、やっちまおう。これじゃない。敵の相性を調べる必要があるな。力づくじゃラッチが開かないぜ。なるほど、ならば見ろ、あのテラスのとこだ。鴨志田の気を引いてるうちに誰かをあそこまで行か、鴨志田に気づかれないように。
お高い。我が輩の手並みを見せてやる。てか、キモ。私ばっか見俺我が輩の手てか、キモ。これ、うまくいくかな。うん、任せて。攻撃して、カモシタの注意を引くんだ。やってやる。敵の相性を調べる必要があるな。ベルトだ。探しよう。よし、感謝するぞ。ベルトだ。ここでペルソナだ。この感じ、攻撃が来るぞ。防御するんだ。世界を使わない気だ。攻撃してカモシタの注意を引くんだ。やっそい、助かったぜ。ベルトだ。くたばれ。やっぱこっち見てる。ねえ、教師に手を挙げるな。ペルソナ。はい、うん、助かったよ。ガチだかね。いけ。これもまたか。あの丘と…てか、俺我が輩の手並みを見せてやる。攻撃して、ん、攻撃してカモシタの注意を引くんだ。ベルトだ。別の手があるはず。こっちに。よ。教師を投げた。大丈夫ですけど。しっかりするんだ。攻撃してカモシタの注意を引くんだ。ありがとね。ベルソナ。くたばれ。ベルソナ。やっぱり。もうチェックメイトなんだよ。いいぞ、カモシダが動揺し、いけんじゃない、これ。そこか。うわ、
う時は。どうしたの？逃げないの？逃げたらいいじゃない。運動神経抜群な。昔からそうだ。ハイエナどもが機体という名の押し付けばかり。そいつらの分までやってやってるんだ。見返りを求めて何が悪い。言い訳かよ。お前のその歪んだ心、怖い？今あんたは志保と同じ景色を見てるんだよ。きっと志保も怖かった。でも飛び降りるしかなかった。あんたはどうする？飛び降りる？それともここで？一思いにとどめ刺しちまうか？まあ任すぜ。やめてくれ、頼む、やめてくれ。みんなあんたにそう言ったんじゃないの？けどあんたは平気で奪ってたんだ。わかった、俺の負けだ。とどめを刺せよ。そうすれば現実の俺にもとどめを刺せる。勝ったお前らにはその資格がある。廃人になられたら罪が証明できなくなる。アンドノは優しいな。俺は負けた。負けたら終わりだ。これからどうすればいいんだ。死ぬってば。ちょっと
見てみろ。目的地が消去されました。本当だ、行けなくなってる。お宝は？なんだそりゃ。メダル？え、あの王冠は？どうなってんだ。鴨志田にとっての欲望の源がそれだったってことだ。やつの中じゃこのメダルがパレスで見た王冠くらいのか。これオリンピックのだろう。あの変態野郎、過去の栄光ってのにしがみついてただけってことか。でもこれで鴨志田の心変わったかもなんだよね。多分こっちは退学かかってんだぞ。我が輩にとっても初めての成功例だ。でも鴨志田の人格に相当な影響を与えたのは間違いない。パレス丸ごと消えてなくなったんだからな。ああ、モヤモヤしやがるぜ。今すぐ確かめらんねえの？鴨志田の出方を待つしかないね。しかし揃ってしけた面だな。喜べよ、大成功に終わったんだぞ。実感ねえからな。多分大丈夫だと思うぜ。鴨志田のシャドウ、現実の自分に帰るって言ってたろ。鴨志田傑、あんなやつは人間じゃねえ。けどあの時だけは少しだけ人間らしかったな。お前らのおかげで救われたやつが必ずいるはずだ。モルガナ、とにかく待つか。鴨志田の野郎がどうなるのか。マジで退学なのとか。そうだね、帰ろう。ああ、帰ったか。
見た。マジで変わったと思う。まあそうだな。あ、いいとこに。午後の体育は自習。みんなには伝えたけど、念のため鴨志田先生はお休みですって。鴨志田が休み？これ私から聞いたって言わないでよ。鴨志田先生から自宅謹慎するって連絡が。大会前の大事な時なのに。郷長先生も事情を聞きに行ったらしいんだけど、何が何だかさっぱりわからないらしくて。自宅謹慎？声大きい。君たちの退学の話も保留になるかもね。よくは知らないけど。それじゃ伝えたわよ。何か起きてるみてえだな。廃人とは違えみてえだけど、待つしかねえか。
説明しよう。
てっと。お前か。なあ、んじゃあ行くか。帰ったか。なあ。ほう。おお。うん。よし。説明しよう。さてと。Thank you.
答えてちょうだい。正解よ。すごいな。
よし。うんうん。よし。帰るとするか。やるか。